2024年3月8日21時55分、先ほどの続きですけども、あとは佳子さまへのメッセージで、先ほど3つ目の佳子さまへのメッセージ3を、アップロード、現在している途中なんですけども、その3、先ほど、作業工程を撮影して、こういうふうな画面あったと思うんですけども、この動画、もう一旦、撮影やめますねと言って、撮影をやめた後、聞かされた声が電波の声で、若そうな男性の声で、佳子さま遊ぼうっていう優しい声。だから、淡江圭介に対して、その、佳子さまの返答がなかった、だからそれによって、いや、わかんないんですよ。青いその和服着ていた人が佳子さまどうかわかんない。だから悪党業界が存在するっていうことを理解してもらって、だから、2002年サンパレスロッコ勤務時に関しても、そのエロ業界側の人間が内部に混ざって働きに来ていたりしてましたが、出てる人間、そういうのに。で、客としてもだいぶ混ざってたみたいですね。だからその対立構図があるから、僕から声かけたら絶対自分が返事しなかったら、この人が危険だということを肝に銘じといていただきたいんですよ。無言は本当に絶対になしで、なのに淡井圭介が自宅で、佳子さま遊ぼうっていう別の男性の優しい声で言ってる佳子さまへ。で、で、本当に不法侵入とか、今まで僕もたくさんやられてるし、他の人たちもそういう話聞いたことあるから、テレビのニュースもあるし、警察官を捕まえてるケースもたくさんあります。フェイクニュースに見せかけて、すべてのことが公になったとき、ほとんどの人間はお互い人間不信になると。それが本当はこの世の実態であって、そこで返事は本当に最低限してもらわなきゃ困る。本当に。で、これは、佳子さまを責めてるんじゃなくて、その後ね、僕は、交差点で声をかけた後、佳子さまが、佳子さまの声で、電波の声で、心が割れるとか言ってるんだけど、これがもし別の人間で騙そうとして、いた人間が佳子様の声を使って言ってきてる可能性だってあるの。これは。それを覚えてください。僕は家の中であってひどい目のその状況のところ、そのホームページで僕は言ってる佳子様のメッセージ、それをまず読んで、覚えてから僕は毎日どんな目に遭ってるかって。それを分かってたら、かわいそうだっていう気持ちだけで声かけてあげれるから、自分から。それが、一人の人間に対して心配できてる人間はどうか。それ。で、先ほども言いましたけども、その淡井圭介と結婚話をしたような女性人同士で集まってしまうと、どうせ淡井圭介の悪口を言い始めると思います。全員が淡井圭介という人間が、もし、潰されてしまったら、この世の中が、コロナウイルスの件とかも全部含めてそうですよ。この世の中どれだけ危険なのかっていうことを、本当に強く認識している人間ばっかりが集まっていたら、全員で助けようになると思います。だそこ意識、危機感の違い。ちょっともう時間がもう22時前なので、報道ステーションも始まってるし、一応ね、能登半島の件とかもあるし、いろいろもう毎日これですよ。この辺もアップロードとかしなきゃなんないんですけども、記録つけてなかったら本当に無理。で、もう本当は最後追いつかないから、こんなに毎日、いろいろあったら。以上です。それましたけど、そう、この責任感とか危機感、本当にこの人がいなくなったらこの世の中どうなるんだろうっていう部分、後人初の大統領オバマさん、人権作文、僕が中学生の頃に書いた汚い字ですけども、ただ喋ってる時は、文章をちょっと手直しして、しっかりとした内容に書いて、伝えて、阪神淡路大震災の被災者からということで物事が動いてます。そういうものがなかったら、もともと政府上層部も、お互いでこの国も不信感だらけだったと思いますよ。で、言語はもともと違う国同士だから、もともと意思疎通が難しい。で、もともと第二次世界大戦とかその前後の頃は、
大体どこの国の隣国も戦争していて、まあ、いろんな国との友好関係っていうのは難しかったんだと思いますよ。以上です。その辺考えてもらって、今度こそ、しっかりとした対応をすると、そういうふうな形で考えていただけたらなと思います。以上です。